始まりました。新作コスメランキング、映画評論家の森直人と申します。そして映画ジャーナリストの上甲信です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、前回一週お休みをお休みしましたいただきまして、はい、東京国際映画祭も始まりますというか、もうこれ流れる頃はもう始まりましたですね。そうですね、はい。ということで今回第60回目に記念すべき記念すべきかなまあ一応な、はい、そうですね、うん、60回目になります、はい。その週劇場公開なる新作の中から、我々助産と僕が両方鑑賞済みの作品に絞って、独断のご規制で毎週ベスト3を勝手に決めていこうという大変不遜な曲でございます。今回まあ2週分ということで、10月22日23日そして29日30日のそうですね、はい、劇場公開作品の中からベスト3を選出するということでよろしいですか。はい、ありがとうございます。あと例によってこの企画では活弁士なクラブの本来で取り上げた作品と、あと例えば劇場パンフレットに寄稿した作品なども除外してベストを選出しようというルールをこれまた勝手に設けております。それで言いますと、まず開いての、はい、首藤凛監督、絶賛公開中でございますけども、これは私の MC で、はい、撮らせていただきまして、もうすぐ配信しますですよね、はい、はい、もう公開して1週間経ってますから、流していただけると思います、はい、はい、お楽しみください。シャリーの、はい、吉貝直監督、これ月永理恵さんの MC で、はい、吉貝直監督はね、ダンサーでも、そうですね、あと、はい、米津玄師さんのレモンの MV で踊ってらした方ですよね。はい、YouTube の再生回数は何億回ぐらいですね。そうそうそう、あれでもお姿はね、はい、皆さん国民的にもどっちしていう、グローバルもね、グローバルもそうですよね、はいはい。で今回監督ということで、ちょっと楽し、はい、僕も、楽しみにしております。あと彼女は一人と、はい、愛のくだらないは、もうクローズアップ映画祭の、そうですね、はい、配信、ご紹介済みということで、はいはい。あとですね、キューブ一度入ったら最後、はい、撮る予定がないです。ないあるかもって言ってたけど、なくなった、はい、なくなりました、なくなった、はい。でもね、これが実は僕ちょっと、はい、劇場パンフに寄稿しておりまして、はい、作品評を書いております。あともう一個、イギリス映画のね、はい、ビルドアガールという映画がありまして、うん、ビーニー・フェルドスタインさん、はい、ブックスマートのね、はい、レディーバードとかについて、うん、今週は、今週とかこの2週間この2作を書いております、はい、差し上げます。ありがとうございますキューブはね、イカゲームブームとつながってるんですよそうですね確かに、はい、なかなか興味深い、うん、そうですね、はい、リメイクになっておりますので、うん、ご覧いただければと思います。はい、はい、以上を除いての今回のベスト3ということで、かなりの、かなりの覗きました。覗きますね。かなり覗きましたけど、はい、まあベスト3ちゃんと揃いましたので、はい、はい、行きたいなと思います。ちょっとね、僕今喉が枯れてるのはなぜかというと、大変な俳優部の方々と2人とね、ね、はい、2時間以上喋った直後なんで、はい、ちょっとガラッとすると思うよ森さんはもう初めて役者だけの回ですよね。初めて、うん、はい、だからもうパワーがね、そうですね、圧倒されましたけども、すごかったです、すごかったです、はいはい、ちょっとその喉の調子はあれなんですが、はい、お気になさらずいきたいと思います、はい、じゃあ行きましょうか、はいはい。まず今週の第3位、スイートシングでございます、はい。チラシはないか、これね、チラシじゃないです、はい、これはアレクサンダー・ロックウェル監督の新作でございます、はい。なんと日本での劇場公開新作はオムニバス傘下のフォールームス以来、はい、あ、そうですか、25年ぶり配信ではね、はいはい、2010年 の、ピート・スモールズは死んだが回ってるんですけども、まあ劇場ではね、ああ、四半世紀ぶりのインザスープは公開されましたね、その時は、まあ、されてます、されてます、はいはい。かつてはね、そのインザスープとか、はい、あとサンバディトゥーラブとかで、はい、まあ、90年代前半ですけども、うん、まあ、アメリカンインディーズの優の一人と呼ばれたロックウェル監督なんですけども、はい、まあ、その、監督さん久々になんと劇場公開、今回はね、実の娘さんや息子さんを俳優に起用して、ね、スーパー16ミリで撮影した、はいはい、なんとモノクロパートから映画でございます、はい。タイトルはね、バーモーリスのスイートシング、アストラルウィークっていう、まあ、1968年の
まあ、本当そのロックオールタイムベストみたいなのも上がってくる名盤なんですけど、その中の1曲から捉えてまして、劇中でもテーマ曲的に流れます。あとこれが2020年、はい、ベルリン国際映画祭のジェネレーション部門 で、 そうです、ね、最優秀作品賞を受賞した、はい、まあ、これ大きいですね。大きいですね、はい、これジョーさんどうご覧になりました？そう、まあ、ベルリンジェネレーション部門で受賞しているのもやっぱり子供映画としてねすごく評価されているんですね、うん、これがね、はい、ジェネレーション部門ってそうなんですね。そうですね、はい、そう、これがね驚きの展開。そうそう、やっぱすごい、まあ、子供映画としてはすごく優秀な一本だと思いますし、そうですね、うん、で、まあ、さっき森さんも話したようにモノクロプラスちょっとカラーじゃないですか。その辺 の、 あの、まあ、いわば色の使い方とかもかなりそういう感情の変化によって、うん、確かに、そうそう、監督の演出はもう非常にあのストーリーというよりは今作はやっぱり感情的なあの演出面が非常に良かったし、うん、で、ね、うん、時代設定でも見えないんですけど、うん、なんか現代にも全然通じる話だということもあるから、うんうん、いわばそういう普遍性もあるので、で監督の取材 の、 内容、あのインタビューの記事を読むと、はいはい、割と今回非常に自由で完全に自分の資金プラスクラウドファンディングのお金で、うんうん、だって家族、そう家族だからこれ使って自分が取り今だって学校の先生でやってるの で、 で、ね、はい、はいはい、いろいろ自由でこういう作品を作るっていう環境も良かったですね。そうそう、はいはい、だからあのニューヨーク大学で、ね、はい、教えて大学院の子かな教えてらっしゃるわけなんですけども、はい、だ自主映画、そうです、やり方はねどっちかというとあのアメリカのインディーズ の、 あのあれマンブルコア的な感じ、マンブルコアね、はい、そう確かにね、はい、うん、あのグレタ・ガーウィックとか参加してた、ね、はい、ゼロ年代アメリカインディーズ、監督の年齢とは全然違いますけど、はい、でも確かにそのジョさんの世代から言ったらそういう感覚になるのかもしれない、はい、あのゼロ年代のね、うん、あのアメリカインディーズ、はい、僕にとってはだから、はい、あの逆にもうひたすら懐かしい名前なんですよ。あ、そうですね、うん、はい、アレクサンダー・ロックウェル、まあ、ハロハートリーとかね、はい、だってインザースープは30年前ですよ、ね、そうそうそう、はい、なんか僕それこそもがギリギリ学生だったと思う、はい、うん、でその時まあ日本でもミニシアターブームがまだね、あ、はい、あの続いていた頃で、まあ、ポストジャームシュ的な立ち位置っていうのかな、うん、今回の映像もかなりジャームシュ的な感じはしますね。だからある種そのニューヨークインディーズの典型的なイメージを、はい、作風として持っている監督の一人なんですよね、はい、で、なんかそのマンブルコアとかもそうなんだけども、うん、やっぱりその波って、はい、一過性のものじゃなくてなんとなく続いてるっていうラインも一つあるし、はい、またこういうなんかこの作風の波が一周二周して戻ってきたような感じもあって、はい、うん、まあ、例えばねそのマンブルコアでいうと、はい、グレタ・ガービックがあの主演脚本したあのノア・バーグマック監督が監督したあのフランシスカ、はい、あれがもう2012年だから結構前なんですけども、はい、うん、あれはモノクロームで、レトロな映画の語りをあえてこう選択するような若手世代の映画が、まあ、だんだんまた上がってきたっていう感じがあって、ね、はい、うん、だからまあそこからのリスペクトっていうのもあるんじゃないですか、ね、そうですね、うん、でそもそも遡ればそのニューヨークインディーズってあのジョン・カサベテス、ね、はい、あの系風とも言えるし、はい、そうですね、なんかずっと継承してる感じですよ ね、 そうなんですね、だから言ってみしまえば、まあ、50年代からずっとあるっていう言い方もできますよね、はい、あるいはその、フランス の、 その初期ヌーベルバーグの影響を受けたアメリカ映画っていう言い方もできるかもしれないです、はい、うん、あとその、まあ、アメリカに限らず、またこの新作おすすめランキングでご紹介できると思うんですけども、あでもねこれね紹介できないかもっていうのは僕、ね、書くのも多分じゃあちょっと言っとこうかな、はい、来年の頭にね公開になるんですけど、はい、アマリア・ウルマンというね非常に面白い、はい、活動されているアーティストの女性がいまして、はい、彼女が初めて監督したエル・プラネタっていう映画が、はい、公開されるんですよ、うん、でこれが傑作で、彼女はそのアルゼンチン出身の、まあ、スペイン育ち で、はい、でも今はニューヨークを拠点して活動してる、グローバルですね、そうそう、はい、グローバルで、エル・プラネタはって映画はスペインで撮ってるの、はい、でご本人も主演、でモノクロ
すごい、だからその今言ったようなアメリカインディーズっぽい作風なんですよね。だからこことも、すごく、うん、ね、近い感じがあって、はい、モノクロも、まあ、ブームまではないですけど、うん、でもちょろちょろ毎年はありますね。そう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 、プチブームじゃないけど、はい、あの選択肢の一つとして、はい、やっぱりその、上がってきて、はい、うん、まあ、ちょっとさ、だからモノクロにするだけでニュアンスが変わるじゃん、うん、カラー、ニュアンスが変わります、ね、はい、グーアっぽさが出たりとか、はい、うん、そのリアル、カラーでそのままやっちゃうと、うん、この雰囲気出ないもんね。出ないです、うん、だからモノクロの雰囲気ってあるよね、はい、そう、だからもう、うん、ある種色として使ってるだけで、もうおっしゃる、はい、あの、そうなの、パレットの一つなんだ、モノクロームっていうのが、はい、そうだと思う、はい、本当に。だからそのハンドメイドなそのモノクローム映画、っていうこのテクスチャー自体がなんか回り回って今っぽくもあるっていうね、あのレトロ趣味みたいなところもあると思うので、なんかいいですよね。いいですね、うん、ちょっと非常にあのストーリーはややちょっと重い部分もあるんですけど、結構ね、そう、結構重い、重いですね。あのね、だからね、そう、あのほんわかハートウォーミングな感じって思っていくと、うん、意外に重い、重い、うん、実はあの子供映画ですけど、うん、重いんですけど、ヒリヒリしてる、はいはい、そう、ただその監督の演出のおかげかな、で見終わった後は そ,、ね、そこまで そういう気分が悪くなるっていうことは全然なくて、うん、やっぱりその親密な感じっていうのはね、そうですね、はい、あれだよね、あの地獄の逃避行、テネス・マリックの、はい、地獄の逃避行、バッドランズのテーマ曲のね、あの、うん、カール、オルフさんか、はい、の曲とかもね使ってたりとか、まあ、映画愛みたいなのがすごい詰まってる、ね、はい、うん、すごく、もう学校で映画を教えてるからもう映画愛も半端ないですね。そうだね、先生の先生ですね、うん、先生が作りました、はい、いい映画でございま す, す、はい、ぜひご覧いただければと思います、はいはい、ではでは、続きまして今週の第2位に行きますか、はいはい、第2位はドキュメンタリー、グレタ一人ぼっちの挑戦でございます、はいはい、ありますね、でもおなじみの、はい、顔ですが、ご存知、2019年2020年、まあ、2年連続でね、あのノーベル平和賞の候補にもなりました、スウェーデンの若き環境活動家、うん、グレタ・トゥーンベリさんの約1年ですね、そうですね、1年を追ったドキュメンタリーでございます、うん、監督は、ネイサン・グロスマンさん、15歳の夏にね、あのスウェーデンで一人で始めたあのストライキから、うん、瞬く間にね、はい、まあ、世界的アイコンになっていたグレタさんの姿が、まあ、本当まさにねその時期を収めた、はい、まあ、貴重な記録です、ね、貴重ですね、はい、うん、これはジョーさんどうご覧になりました？そうですね、グレータさんの話は、まあ、ちょこちょこ、まあ、いろんな媒体からはもちろん、まあ、有名な方じゃないですか、ですよね、あのいい話悪い話いっぱい聞いてるので、だから、まあ、賛否両論強いな、賛否だって環境問題出ちゃうと賛否両論出ると思う、どうしてもなる、はいはい、そうなのよ、環境問題でなんか中国 の, なよ昔 の, レあのニュースの報道ですと、うん、絶対なんか パフォーマンス的なやり方とかそう言われているので、うん、だからまあその辺は、まあ、あの聞いてるだけで、まあ、そこまでいろいろ調べていないんですけど、うん、今回やっぱり作品を見て、うん、やっぱり非常に監督はやっぱりかなり客観的な目線で、うん、あのグレータさんをずっと追っているので、うん、まあ、要は見守るって見える、まあ、見守る系だって感じですよね、うん、で見守るっていう感じ、だってこの内容ですと映画自体はかなりやっぱり政治利用されやすいタイプの作品じゃないです、うん、それでもやっぱり監督はできるだけその辺を避けてやっている部分がすごく良かったし、ね、うん、で今って世の中で報道されていたあのグレータさんのニュースはもう完全にそういったあのこうだなんだっていうあの政治的な、うん、あの利用されている部分多いんですけど、うん、今回の映像は割とグレータさんのみんな知られてない部分がかなり描かれてますし、でグレータさんってどういう人なのかそれを見て多分分かることになると思うので、うん、あの正直すごいなと思うんですよ、あのこれで、うん、あのこの年齢で、そうですよね、そうですね、喋、うん、りがな、すごいです、まあもう改めて思うよね、はい、スピーチすごいですね、達者だよね、うん、冷静になんかしかも割とズバズバいくっていう、はい、うん、思いますよ、はい、僕もね、いやもうほぼおっしゃった通りですね、はい、あのここにだからまあ気づいてほしい気候変動の問題は深刻な危機であること、はい、私たちはどう生きるのかこの映画を見て考えてほしい、まあこういうコピーのあるチラシではあるんだけども、
ただ言ったらでもその、プロパガンダ映画ではないんですよね。ではないですね、はい、あのどっちかというと青春映画に近いなと思って、はい、うん、だからそのアルゴアの例えば不都合な真実型じゃなくて、うん、僕だからむしろあっちはビリー・アイリッシュ、ビリー・アイリッシュ、はい、あの世界は少しぼやけてるかな、うん、あっちに近いよな。そうですね、そうそう、うん、あのまあ若いですね両方とも。そうそう、同世あの Z 世代、はい、Z 世代の、はい、普通のだからむしろその、まあ、陰キャだったり内気だった少女が、うん、まあ、SNS の力もあってあっという間に時代の寵児になるっていう、はい、あの時期をね、である種この、グレタさんの場合は、まあ、ジャンヌ・ダルク的存在とも言われたりするけど、はい、その過程のね、まあ、ジョーさんおっしゃったようにその表と、はい、知られざる裏側を、うん、収めたもの、あとはその、あのナディアの誓いとか、あ、そうですね、はい、あの2018年 の、 そのノーベル平和賞を受賞したあの、ナディア・ムラドさんの、うん、ドキュメンタリーもなんか近い、ね、近いね、もう、うん、みんな若いです、ね、みんな若い。はい、でさ、その、グレタさんの若さってことに関してすごくさ、やっぱ賛否両論集まるんだけども、あ、そうですね、でももうまあジョーさん本当おっしゃったよね、でもね、若いからこそ言えることって確実にあるよね。あります、うん、あの例えばその、みんなが役柄を演じるゲームに興じているかのようですとかいうね、はい、偽りの世界です、うん、いやその通り、大人の世界はそういうんです。そうなんですよ、はい、これ ね、 ね、こういう人とこういう人があのすごくうまく使ってるんだ、これね、プーチン、トランプ、ランプ、あのね、出方良かった、出方良かった、あの、あの、え、あの編集はすごくうまかった、すごくもう笑っちゃう系でしたよね、はいはい、あのワンポイントずつ、はい、あのバトンを渡すかのように、そうです、トランプの表情も面白かったです、面白い、ね、はい、キャラ濃いよね、はい、なんかこうシュワちゃんも出てくる、うん、シュワちゃんは割といい、いいですね、いいポジション出てくる、はい、いいおじさんみたいな。でもそうそう、だからその偽りの世界ですって言ってその通りなんですよね、はい、それは僕もドキッとしますよ、うん、やっぱりその偽りの世界で生きてる大人っていう自覚はやっぱり 30% ぐらい絶対あるんですよね、うん、でもそれをまあこうやってガチッと言えるって若いからね、はい、うん、それはねやっぱり素晴らしいことだと思うんですよ、ね、そうですね、いわば子供と大人そういう対立と、うん、純粋と汚いそういう対立も考えられますよね、そうだよね、もうそれが結構もろに出てて、はい、だからさっきさ、そのジョーさんが監督 の、 あのグロスマンさんが見守るっておっしゃる、はい、形容されてもその通りだと思う、はい、だからね、あのすごい親密な距離感なんだけども、うん、割とそんなそのイデロギー的な判断を加えずに、そうですね、はい、あの映し出してるグレタさんとあのお父さん、はい、あのそこがなんかちょっとまたビリー・アリスさん家族が映ってるっていうの ね、 で、 ね、はい、でその映画 の、 あのクライマックスに相当するのが、まあ、有名なあれですけど、ヨットで大西洋を横断してあのニューヨークの、ね、あの国連総会、うん、有名ですね、あれは、ね、あの国連気候行動サミットにで演説するっていうクライマックスが結構映画的な、はい、あのスミス都へ行くじゃないけどあるもんね、あのドラマ剣として、はい、あのフランク・キャプラのあるんだから、でそのヨットに監督もついていってるっていう、はい、なんかインタビュー読んだらもう大変で嫌だったみたいなもうごめんですみたいなことちょっと言ってたけど、うん、でもあそこはねなんか映画的なクライマックスになってるからなんか面白いなって思いましたよ、はい、うん、いいですよね、うん、ぜひご覧、そうですね、もう本当に、うん、なんか今の世の中はどんどんそういう、まあ、コロナがあるからそういう汚い部分が表面化されてるから、うん、そうだね、こういったものがぶつかっていた方が、あ、そうもそうも、はいはい、うん、だからそのいや本当その通りで、そうそう、うん、いやね、だからね、若くて青いからこそ、はい、こういうなんかその潔癖主義的なことをカウンターとしてぶつけられ、堂々とぶつけられるっていうのはね、やっぱ僕基本的には貴重だと思う、そうですよ、うん、みんなもしずっと下げたらもう終わっちゃうんです、終わっちゃう、だから良くも悪くもさ、はい、グレーに染まっていくじゃん、はい、いろんな事情を知っちゃうとね、う、うん、でももうなんかそこを知らずに突破する人っていうのはやっぱりなんかいつの時代もいてほしいなって思ってるので、はい、なんかこれを見てあのすごく共鳴される人も多いんじゃないかなって、はい、はいはい、ぜひご覧、まあ、時代のね、そうですね、あの雰囲気とか空気を知る意味でも、うん、あのご覧いただければと思います、はいはい、ではではではいきますか、はい、というわけで、はい、今週の第1位なんですが、はい、今回これダントツ、いやダントツです、ダントツですね、はい、もうあのぶっちぎりの1位なんですけども、はい、モノス猿と呼ばれし者たちでございます、
これですね、はい、南米コロンビアの、まあ、山岳地帯とジャングルを舞台に、まあ、8人の、ね、少年少女のゲリラ兵の姿を描いた、まあ、ティーンサバイバルいわばティーンサバイバルティーンサバイバルムービー、はい、ジャンルみたいに言ってますが、はい、でございます。監督は、ね、あの1980年あのブラジル生まれ の,、ね、あのアレハンドロ・ランデスさん、監督デビューはあのコカレロという2007年では結構前なんですけども、うん、これが、ね、あのボリビアの労働者のリーダーあの、エボ・ラモレスさんが、まあ、同国初の、ね、先住民族の大統領になるまでそれを追ったドキュメンタリーでデビューしまして、まあ、そこから2011年にあのポル・フィリオっていうフィクションを撮って、うん、劇映画としてはまだモノスがちょっと、ね、間は空いてるんですよ。2作目なんですよね、はい。だからそのもう新鋭の大傑作、はい、大傑作、大傑作、はい、これジョさんどうご覧になりますか。いや、まず大傑作という点のちょっと裏話っていうか教えてください。あの 2年前のベルリン国際映画祭の時に、うん、あの私の親友が現地にいて、はい、あのまあ、いろんなマーケットで作品を見ていると、うん、あのモノスも見てて、お なんでこの作品が3段に行ってベルリン行かないの、ベルリン入ったら全然コンペとか賞取れるっていう話を聞いたので、 その後私もすぐその次、確かに香港かな、ちょっともう見た、初めて見たのが2年前なので2019年の映画なんですね、うん、衝撃でしたね。そうこれね、そうですね、はいはい、だからさ、はい、あの世界各国の映画祭を席巻、64部門ノミネート30部門受賞って書いてはいるんだけど、はい、僕ね、もっといけると思う。もっといけます、そうですね、そう謙虚してるかな最初は。本当そうよ、はい、あのサンダンスでワールドシネマドラマも審査員特別賞、はい、BFI ロンドン映画祭最優秀作品賞、はい、いやいや、もっといけるよ、はい、っていうぐらいすごいと思う。そうですね、うん、やはり、まあ、まずあの話自体はいわばあのハエの王プラス、ハエの王です。そうですね、ハエの王はメインですよね。ハエの王が地獄の黙示録、地獄の闇の王国ね、はい、そうですね、この2つはもうベースとしては確実にある。まあそういった偶話性のある話ですけど、うん、でも何より撮影と演出は最高でしたね。最高よね。いやもう最高好きでびっくりでした、うん、めっちゃいいよこれ、はい、うん、なんかあの、まあ、猿っていう設定もいわばそういった、まあ、人間社会に猿は人間になれるかっていうテーマが非常にもろに描かれていて、でもう一個、まあ、非常に感じているテーマっていうかっていうと、うん、文明のもろさですね。そうだね、はいはい、確かに。それはもうなんか欲望の前で文明がいかにもろいなのかはこの映画見てすぐ分かる、わかるかなと思うんです。どんなに前向きでやっていきたいっていう気持ちがあってもちょっとだけ欲望が出ちゃうと終わっちゃうんっていうこと、うん、これは本当確かにその通りですね、うん、こういうことは実はずっと続いてるじゃないですか、うんうん、まあ、この作品はコロンビア内戦の背景もあるんですけど、確かにね、はいはい、50年そうですね、はい、うん、もういろいろ深く考えさせていただいた一本だなと思いますけど、森さんはいかがですか。いやもうでもね、本当、はい、その通りで、ね、はい、あのコロンビアの内戦の歴史っていうのが、まあ、裏側にガッツで張り付いてはいるんだけども、はい、映画の中にそれ具体的に出るわけじゃない、ね、はい、そうですね、はい、あのすごくその例えばこの8人の少年少女がゲリラ兵がね、どういったあの組織の中でどういった役割だから、どこが親玉なのかも、はい、実はそのはっきりは描かれてないわけですよ。そうですね、はい、例えばそのアメリカ人 の, あの女性の人質がいたりとか、はい、うん、あのメッセンジャーと呼ばれる謎の、はい、ね、はい、なぜか2ブロックの髪型をした小柄な男性がこう現れてこう見張っていったりとかね、はいはい、あのそういう外部からこうの補助線はあるんだけども、全体の支配状況が明示されるわけではない。ただその分、そのジョさんがおっしゃったように、なんか権力構造のメカニズムとか、はい、そのなんかそのなんかずっと人類が繰り返してきた、うん、普遍的構造みたいなものが、うん、この中に詰まってるのね。全部詰まってますね。それは本当そう思うのよ、うん、しかもなんか人間が分かってるのに解決できないみたいな。そう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 、はい、だからその確かにさっきおっしゃったように、まあ、両方英国 の, あのゴールディングのハエの王も、はい、コンラッドの闇の奥、まあ、地獄の黙示録のベースになった小説ですけども、はい、
まあ、この2つを確かにあのテキストとしてはガツッと押さえてはいるんだけども、うん、まあ、この2つ自体がさ、はい、もう本当なんかある種そういう、人類のなんか歴史みたいな普遍構造を描くものの原型みたいな、もう古典みたいな感じですね。そう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 、はい、だからまあ当然使うのよね、うん、でその例えばさ、ハエの王の系譜ってすごくあって、はい、僕はなんかハンガーゲームとかもあれハエの王の、そうですね、ハンガーゲーム、はい、そう系譜なの、はい、やっぱりその言ったらその15少年漂流記のディストピア版というか、うん、まあ、孤島でその少年少女たちのサバイバルグッズ、まあ、バトルロイヤルとかな、そうですね、近いですね、そうそう、あの流れがあって、そういう構造が描かれている。でそのコンラと闇の奥っていうのはやっぱりその、まあ、植民地支配 の、 あ の、 その、うん、地政学的なね、あのところですよね。この2つが、まあ、あるんですけども、うん、その中でその演出っていうことでいうとね、なんかね、あのここにその楽園なのか戦場なのかって書いてるように、はい、これ、ね、もういわばそのマジックリアリズム系、そうですね、ね、はい、あのドキュメンタリーから始まってて、しかもこの監督さん、もともとジャーナリストなんですよね、はい、ジャーナリズムをこう専攻された方で、うん、まあ、そういった流れがありつつ、もう本当魔法が魔術がかかってるような映画世界、すごい、そういう自然を映すシーンが最高でしたよね。あの雲海 どれぐらい待ってるのかね。そうそう、そう、綺麗なものが撮れたとは、そう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 、だから自然のロケ、はい、要はロケーションで捉えた風景なんだけども、そうそう、ね、幻惑的、はいはい、めまいするような、うん、あの映像、はいで、やっぱりそのミカ・レヴィさんっていうね、うん、あの音楽、あのミカチュウって言われてミカ・レヴィさんの、はい、アンダー・ザ・スキンとか、はい、あのジャッキー、はいはい、あのジャック・リン・ケネディのね、うん、あの音楽とかもやられてる、まあ、あのすごく注目されている方なんですけども、そのミカ・レヴィさん の、 あの音楽もエキセントリックな、いや最高でしたね、はい、あのミニマムなんだけども、はい、あんまり使ってないんだけど派手よね。で派手でその、この蚊の音とかと現実音とかと一緒にこうガチッと絡まって、うん、はい、なんかねすごいもうわーってなって、なんかあのクラシック的な感じもあります、競争曲みたいな感じで、はい、あるよね、で、うん、コンサートを聴いてる感じがあります。確かに確かに、はいはい、あのアンダー・ザ・スキン の、 あのサントラとかいきなりその ノイズオーケストラみたいな感じで始まるし、はい、うん、なんかねあのすごい変わってる映画音楽で変わってるから、この、まあ、あの映画の世界観もぴったりだから、ぴったりぴったり、めっちゃハマるよね、はい、うん、あのそこがね本当すごく、あとだからその、8人の中にランボーっていうあのビリアンですね、ですね、はい、そうそう、重要キーパーソンの子が出てきて、はい、まあ、ジェンダーフリーな ね、 そうですね、キャラクターだったり、はい、なんかその、すごいその未分化な思春期の部分も、はい、なんかすごくその原始的なものと現代的なものが、そう、それがうますぎてびっくりし、あ、いやもうね、そうです、何も知らない、法律とかも一切ない状況で現代的なメッセージが出てきたんです、ね、そう、はい、あのすごいあの野蛮な野生味と知性とかと、そういうなんか両方ガチッと入るバランスめちゃめちゃうまいよね。そうそう、全然違和感がないです、全然違和感がなくて、はい、これね、だからすごいその、ブラジル、まあ、コロンビアを舞台にしているんだけども、うん、ブラジル映画の凄みが結構凝縮されてて、はい、去年のバクラウ、バクラウですね、はい、あれも良かったけど、うん、バクラウも良かったけど、はい、さらに乗せてきたなっていうぐらいの出来じゃない、うん、はい、うん、だからそもそもあの、シネマノーボっていうね、はい、あのグラベルローシャっていうあの伝説の、アントニオ・ダスモルテスとか、うん、あの監督 の、 あのアバンギャルドな感じっていうのも引き継いでると思うし、うん、まあ、それをその土着的な風景の中でやる、だけどすごい洗練もされてるっていう、ね、はい、うん、なんかすぐクライテリオン出せる感じはしますね。いきなりニュークラシック、そう、ニュークラシックの感じはします、するよね、はい、だからもっと評価されていいぐらい今年有数の一本、そうですね、はい、日本公開の洋画の中でもベスト級ですね、ベスト級、はい、めっちゃいいと思う、はい、これはぜひ、そうです、しかももう本当にぜひ劇場で見た方がいい、はい、劇場で見た方がいい、そうですね、はい、あの音響がね、そうですね、うん、やっぱりこれ結構体感型、体感型です、うん、はい、うん、あの世界に入れるんです、入れる、はい、入ってその気持ちいいというよりはもうなんかね、はい、もう異様な体験っていう感じ、異様な体験です、うん、これはね見てほしい、はい、めっちゃいいと思う、はい、ぜひご覧ください、はい、はい、ダントツの1位でございます。
というわけで、はい、他はっていう感じなんですけど、はい、僕がもうあんま見てないんですけど、ジョさんにお任せしようかなと思います。そうですね、まず、これ見たかったんですね、まあ、はい、見ますけど、そうですね、モニタニアン、あの黒塗りの記録っていう作品なんですけど、はい、まあ、これは割とあの今年の、今年というか、あの年明けの、 あのアカデミー賞シーズンの時でよく上がられて1本で、今年のベルリン国際映画祭でも特別上映された作品なんですけど、はい、いわばあの有名なクアタナモ収容所で収監された、ね、はいはい、うん、あのモリタニアン の、 あの青年が、あの実はオペースに描いた、うん、あの法廷のサスペンス的な作品、あの映画なんですけど、まあ、この作品はやっぱりすごいのは、いかにアメリカの闇が深いか、ちゃんとこちらが正義を出して頑張っていっても全然うまくいけないし、なんか世の中が本当の真実が別にいらなくないみたいな絶望的な感じが、あの非常に出てきて、それなんかすごい時代っぽい、時代っぽいですね。でしかもあの、まあ、この実話に関するあのお話は非常に、資料を調べたら非常に複雑で、うん、あのもしちゃんと全部描けば、うん、多分映画というよりはミニシリーズの方がいいかもしれないですね。それぐらい、そうですね。ただ映画のやり方は非常に面白くて、うん、っていうか、あのストーリー全体はとにかく分かりやすくしていて、うん、あのそういう描きたい部分だけをちゃんと演出を通して、うん、そういうあの、まあ、現代におけるそういう闇の部分をうん、あのちゃんと観客に投げるっていうところがやっぱり非常に素晴らしい社会派ドラマだなと。そこはやっぱハリウッド的な、ハリウッド的なうまいですね。ハリウッドの良さですね。分かりやすく。ハリウッドはアメリカ闇系の映画も毎年出てるじゃないですか。割とね、そうですね、やっぱりそこもちゃんと抑えて、はい、それを、まあ、あの大衆ドラマとして分かりやすく伝えるっていう役割があります、ね、そうですね、うん、本当にこれはもしお時間がある方は私も、はい、必見な一本見たいと思ってますと思います、はい、あといかがですか、まあそんな感じです、そうですね、はい、はい、そんな感じです、わかりました、はい、では今回は以上ということで、はい、皆様今週もよきシネマライフをお送りください、はい、また来週どうもありがとうございました、ありがとうございました、はい。